共用部分に人が集まり密な状態になっていないかなどが分かる最新の感染症対策を施したオフィスビルが公開されました。こちらのオフィスでは混雑状況をこちらのサイネージに表示、そしてオフィスで働く人はこちらのアプリで見ることができるので混雑を避けた移動ができそうです。14日に開業する東京ポートシティ竹芝ではおよそ1000台のカメラやセンサーによりレストランや打ち合わせスペースの混雑状況が一目で分かるようになっています。集まった人の流れのデータは飲食店のクーポンを効率的に発行したり不審者対策にも使われます。入管ゲートが出社した社員の顔を認識し勤務するフロアに効率的に行くエレベーターを案内する設備も公開されました。エレベーター内の混雑を避けられる上ボタンを押す必要もなく感染症対策につながるということです。